回はリクエストでいただいているポストカードの紹介をします。美術館や展覧会に行った際にポストカードを購入する機会があるのですが、それらのポストカードはこのようなアルバムの中にまとめて収納しています。時々知人から展覧会の DM をいただくことがあるので、今回はそれらにはちょっと紙を挟んでいます。これはおそらく私が9歳か10歳くらいの頃、家族と雑貨屋さんに行った時に購入したポストカードです。多分生まれて初めて購入したポストカード、いろいろなパンが並んでいるポストカードで、美味しそうだからという理由で購入した記憶があります。そして2枚目の最初もさっきのパンと一緒で同じ種類のもので、これらはいろいろなゼリーが並んだポストカードで、これも美味しそうだし綺麗だからという理由で購入しました。このポストカードはノーマン・ロックウェルのポストカードで、おそらくサンタさんの正体が分かってしまった男の子が驚いた顔をしている一瞬を捉えた絵のポストカードです。これも同じくノーマン・ロックウェルの絵のポストカードです。まだ子供なのにこんな大人びた服装をしている子供たちが石らしくて可愛いです。で、これは私が小学校6年生くらいに、友達からプレゼントしてもらったバースデーカードです。この辺は DM だらけです。これは空港で購入したアナの飛行機のポストカードで、 DM とこれも友達からプレゼントしてもらったバースデーカードです。ここからはこの日本画、花鳥画のを多く展示してある日本画の美術館に行った時のポストカードです。この3枚が私が購入して、この3枚は母が購入しました。そしてここからはピカソ展に行った時のポストカードです。多分大学1年生とか2年生くらい、10代の頃に行った展覧会です。このアルバムの前半はほぼ大学生の頃に行った展覧会での購入品です。ポストカードセットを購入して、多分6枚入りぐらいのポストカードセットでした。で、ここはスタジオジブリの小賀一夫展に行った時のポストカードです。ちょっとシワが入っているのは、実はアルバムに入れているこのポストカード、実はもうこのクリアのフィルムに入ってるんですけど、それをさらにこのアルバムの中に入れてるので、こうちょっとシワが何箇所か寄ってしまって見にくくなってしまってますが、これは魔女の宅急便のポストカードです。ここにキキちゃんがいます。そしてこれはここに
千尋のゆうやのポストカード。これはトトロの、隣のトトロのポストカードです。ここからはターシャ・テューダー店に行った時のポストカードです。ポストカードセットを購入しました。ターシャ・テューダーという方は絵本作家さんで、このような可愛らしい絵が特徴です。この時はこの絵のクリアファイルも購入しました。で、DM が当たり、この2枚は中島清さんの展覧会に行った時に購入したポストカードです。点描画に近いようなタッチですごく細かくて、こういう細かい絵を見るのすごく好きなので、とても楽しかったです。中島清さんの絵はよくカレンダーに使われていますよね。で、ここは入社店に行った時のポストカード2枚です。ここ3枚は岩崎千尋さんの展覧会に行った時のポストカード。水彩画の淡いタッチがとても可憐で可愛らしいです。そしてここになぜか博多の塩の工場を見学した時の見学記念スタンプをした紙を、ちょっとサイズがぴったりだったので入れてます。博多の塩のソフトクリームがすごく美味しかったです。おすすめです。そしてここの3枚は平山郁夫店に行った時のポストカードです。青色がとても綺麗です。で、ここからはフェルメールの光の王国店に行った時のポストカードです。これもちょっとフィルムがダブっていて、シワも寄っていて、ちょっと反射もしやすくなっていて申し訳ないです。で、フェルメールは人物の美しさにフォーカスをが当てられるのももちろんですが、私は展覧会でこのフェルメールの描くこの織物がその魅力を一層高めているなと思って、この時に混入したモチーフには、ふんだんに織物が描かれているものを混入しました。で、ここは足立美術館に行った時に混入したポストカードです。ちょっと絵本作家さんというか動画の展覧会も同時開催されていて、その時にこの林芳雄さんという動画を描かれている作家さんの絵がすごく気に入ってポストカード購入しました。そして堀彩子さんという日本画家さんのポストカードです。これはピアノの先生からのクリスマスのカードです。木梨憲武さん展覧会に行った時の3枚です。本当に見てて笑顔になれるような作品が大変多かったです。で、DM がまたあり、ここは私の好きなウィリアム・モリスと、あとグリコのシャルウィーというクッキーがあるんですけれども、それのコラボ商品といいますか、コラボをしたオリジナルコースターがそのクッキーの箱の中に1枚ずつ入っているので購入したものです。4種類ありましたが、合計7箱購入してようやく4種類揃いました。家族みんなに協力してクッキーの方は食べきりました。クッキーもすごい美味しかったです。おすすめのクッキーです。で、この3枚はピアノの先生がルノワールとモネ展に、
行った時のお土産で購入してきてくれたものです。でここからは竹久弓江地のポストカードセットを購入した時のものを入れてます。大正ロマンが好きな方にはとてもおすすめの画家さんなので、よかったらチェックしてみてください。はい、という具合が私の持っているポストカードの紹介です。あ、ここにちょっと祖母が見つけた四つ葉のクローバー、ちょっと押し花のように入れてるのがちょっと見えました。はい、はい、と以上がポストカードの紹介です。非常に簡単なご紹介になりましたが、は、まあ、写真の代わりというか思い出の残し方の一つというような感じで私はいつも購入しています。はい、ではご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。